おっす、オラ、ホモ、新宿二丁目最強のバルク、博士さんです。今回はフォロワーからの質問回答第8弾ということで、お話ししていくんですけど、まあ、結構ね、もうシリーズ化してきているんで、前置きでね、話すことがなくなってきました。はい、なのでさっさと、お話ししていこうと思います。はい、今回回答していく質問は以下の3つです。1、美肌を保つための秘訣はっていう質問。2、全然食べても太らないです。どうすればいいですかっていう質問。で、最後の3つ目に、売り線ボーイになったり、あとセクシービデオには出ないんですかっていう、この質問に答えていこうと思います。よろしくお願いします。はい。では早速1つ目の質問の、美肌を秘訣、美肌を保つための秘訣は何ですかっていう質問に答えていきたいと思います。はい。まずね、まず僕が美肌かどうかは、まあ置いといてね、ハガ君肌綺麗だねって結構言われるんですよね。これ結構ガチな話なんだけど、まあこの前中学校時代の友達と飲んだ時にも言われたんですよ。ハガ君肌綺麗だけど、なんかやってんのってね。でも僕はね、普段お肌のためになんかやってるっていうことはしていません。エステやパックとか、まあ化粧はもちろんだけど、あと保湿とか全くやってませんね。まあ、強いて言えば今年に入ってから洗顔をするようにはなりました。はい。あのスッキリ感が好きなんですよね。まあ、その後に保湿クリームとか塗るとか、まあ、それくらいじゃないかな。まあ、二丁目のね、まあ、ゲイの人たちも美意識は高いし、若い女の子や OL さんとかもね、日々美容には気をつけてますよね。でも、僕はね、何をすればお肌にいいかっていうのを知ってるんですよ。逆に言えば、まあ、それさえできていれば、まあ、エステや化粧にね、まあ、そこまでお金を出さなくても肌のコンディションを保てるっていうことです。うん。それは何か。運動と食事です。これしかありません。まあ、運動というのは、まあ、僕は筋トレがいいとは思いますけど、そこは自分が好きな運動でいいと思います。ヨガが好きだったら、ヨガでいいし、まあ、水泳が好きなら水泳でいいし、ランニングが好きだったら、ランニングでいいと思います。筋肉を動かすことによって成長ホルモン、まあ、通称若返りホルモンなんて言いますけど、まあ、そういうホルモンが、まあ、大量に分泌されるんですよね。そのホルモンが肌を活性化させて、まあ、いつまでも若々しい肌を保ってくれるんです。アイドルがよく、の18歳ですとか言うじゃないですか。アイドルがね、まあ、口で言うのは簡単にできますけど、まあ、僕はね、まあ、そのアイドルには悪いけど、まあ、そのままだと絶対に無理だと僕は思います。でも永遠の18歳に限りなく近づける方法があると僕は信じています。それが、筋トレなんですよ。成長ホルモンの大量分泌で、まあ、肌がね活性しまくります。そこでもう一つ重要なのが、高タンパクな食事なんですよ。タンパク質ってのは、まあ、人間の様々な部位の材料になります。肌、爪、歯、あと臓器、そして筋肉です。はい。なので、運動と並行して高タンパクな食事はマジで必須ですね。まあ、僕はね、まあ、そこら辺の JK より肌綺麗な自信あるんで。おだらお前らよ、俺様の肌が羨ましいんだろ、おだら。なんでそんなに綺麗なのって思ってんだろ、おだら。おだら、俺様がよ、その理由を、わけをよ、教えてやるよ、おだら。おだら、筋トレしろよ、お前ら、おだら。羨ましいんだろ、おだら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 。はい。じゃあ、二つ目の質問の、食べても全然太らないです。どうすればいいですかっていう質問に対して答えていきたいと思います。嘘ですね。はい。嘘だ。あなたは嘘をついている。太れなくて悩んでいるなんて、嘘だね。食べても増えないとあなたは今言ったね。本当に食べてるのかい？見知らぬ男にね、いきなり頭に拳銃を突きつけられて、もっと食えって言われたらもっと食べるでしょう。っていう話はジョークですけど、僕の経験上ね、食べても全然太れないっていう人のほとんどは、まあ1日3食の人が多いんですけど、どうでしょうか？当てはまっていませんか？まあ、別にね、何食でもいいんですけど、まあ、食べても増えないっていう人はもっと食べるしかないんですよ。まあ、この質問に対しての僕の答えは、もっと食べましょう。これにつきます。好きあらば詰め込む。まあ、これくらいの心意気がちょうどいいかと、僕は思います。まあ、ちょっと残酷な言い方をしますけど、まあ、確かにね、体重増えやすい人、増えにくい人っていうのは存在します。僕みたいに大した量食べなくても、まあ、100キロ超える人はいるし、もっと増えやすい人もいるんですよ。問題なのは、増えにくい人で、食べてもなかなか増えないし、量をね、たくさん食べることもできないっていう人は、たくさんいるかと思います。そんな太りにくい人たちへのね、僕からのアドバイスは、まあ、食事の概念をぶっ壊して、まあ、お菓子を主食にするんですよ。とにかくカロリーを取りまくるんです。もう何でもいいから。ね、何でもいいからカロリーを取りまくる。筋肉を増やす上で体重が増えないっていうのは死活問題なので、まあ、とにかくね、カロリーが多いものをチョイスして体に入れましょう。ファストフードでもいいですよね。マックとかいろいろあるじゃないですか。安いし大量のカロリーを摂取するにはもってこいです。ファストフードはお金に余裕のない学生の味方ですね。大量のカロリーと、あと、プロテインでいいと思います。食が細い人って、まあ、体にいいとは分かっていても肉を詰め込むスペースとかがないんですよね。とにかく食事が辛いんですよ。わかるよ。わかるよ、君の気持ち。固形物なんて食ってらんないんですよ。うん。だから粉でいいです。
現代のプロテインは安くて美味しいんで、まあ、どんどん活用しましょう。1日5食6食だなんてね、言ってないで好きあらば詰め込むんですよ。1日中食べ物を詰め込んでるイメージ。僕はそこまでして食事をしたことはないけど、まあ、いろんな人の話を聞いてると、まあ、これくらいの意気込みじゃないとね、意気込みじゃなきゃ増えていかないみたいですね。どうしてもね、お腹が苦しかったら消化酵素のね、サプリメントを取ったりして対応しましょう。まあ、薬局にも、強力若元とか、あとエビオス錠とかね、いうのが手頃に買えるんで、どんどん活用しましょうね。で、多分ね、本当に必死こいで食べてる人だったら、僕に体重増えないんですけど、なんてね、質問してこないと思うんですよね。だって、カロリー取るしかないんだもん。魔法なんてないから。この世から体重増えないんですけど、どうしたらいいですかなんてね、質問は消えないと思うけど、まあ、この動画を見てくれた方はね、魔法などないってね、心に刻んで、まあ、水の代わりにアイスクリームを溶かして、その中にプロテインをぶち込んで飲んでないんですよ。はい。じゃあ、三つ目の質問の、ウリセンボーになったり、セクシービデオには出ないのっていう質問にお答えしていこうと思います。僕の気持ちを素直に言うと、まあ、ウリセンボーイにも、まあ、ゲイビデオモデルにもなりません。僕ね、実はね、去年ゲイビデオモデルになりませんかっていうね、勧誘のメッセージをいただいたことがあります。ビデオモデルの他にも、ウリセンボーイになりませんかってお誘いも何回もあります。何回もね。まあ、ここでわからない人たちのために説明しておきますと、ウリセンっていうのはね、ウリセンは、男が男を買う、ゲイ風俗店のことですね。SNS や、まあ、YouTube 活動を続けていれば、まあ、いずれはね、お誘い来るだろうと思っていました。でもね、まあ、僕はどのお誘いも丁重にお断りしました。理由はですね、まあ、写真や映像としてネットに流出して、まあ、半永久的に記録、証拠として残ってしまうことを考えると、まあ、僕がこれからね、活動の場を広げていくにあたって、いいことが全くないからですね。しかも、ネット上から、まあ、写真とか映像が消えたとしても、まあ、その写真や映像はね、個人の携帯やパソコンに保存されて、まあ、データをこの世からなくすっていうことは不可能に等しいと僕は思っています。でもね、僕はビデオモデルやウリセンボーイの仕事を否定しているわけではありません。でもなんか一般的には悪く思われがちなんですけど、まあなんででしょうかね。ビデオモデルやウリセンボーイは、まあ立派なサービス業じゃないですか。お客様に笑顔や夢だったり、と時にはね、快感を与えたりしますよね。そしてまたね、その日の活力になったり、癒しにつながる素晴らしいお仕事だと僕は思うんですよ。なので偏見もないです。むしろちょっと前まで、ウリセンのお仕事をしていた仲のいい友達だっています。その子はね、今恋人もできて、まあ幸せな生活を送っているんですけど、前相談された時にね、ウリセンやってるってそんなに印象悪いかな、ウリセンやってるだけで嫌な顔されたり、惹かれたりするのが悲しいって、僕にね、気持ちを言ってくれたんですよね。僕はそんなことないよって気持ちを伝えたんですけど、素晴らしいお仕事じゃないかってね。ただ仕事柄、まあ自分の感情を押し殺す瞬間だったり、まあ、性病にはね、まあ気をつけなきゃいけない大変な仕事だけど、まあこんなにね、こんなにもお客様と、お客様の笑顔と快感、そして幸せと直結してるすごい仕事って他にないと思っています。ウリセンボーイや、まあ、ビデオモデルは素晴らしいお仕事っていうのは明らかなんですけど、ネットに、まあ、写真とか、まあ、動画が残るのは今の僕にとってはあまりいいことじゃないし、まあ、今後やっていきたい活動に影響が出てしまうので、まあ、今後お誘いが来ても、断ろうと思っております。はい。では最後に、フォロワーからの質問回答第8弾のまとめをしたいと思います。今回もね、とってもためになる質問回答をしてきました。今回の回答をまとめると、1、美肌を保つための秘訣はっていうことに関しては、運動と高タンパクな食事ですよと。運動は自分の好きなものをすればいいけど、やっぱりおすすめは筋トレ。エステはその次っていうことでした。2つ目。全然太んないです。食べても太んないです。どうすればいいですかっていう質問に関しては、もっと食べてください。はい。一日中好きあらば詰め込む感じ。アイスクリームをまあ水代わりに飲んでいれば、まあ、絶対太りますよっていうことでした。三つ目。ウリセンボーイになったりセクシービデオには出ないよっていう質問に関しては、ウリセンボーイやまあビデオ男優も、まあ人に夢や希望、そして活力を与える素晴らしいサービス業だとは思うけど、まあ僕が今後ね、活動の場を広げていくっていうことを考えたら、リスクの方が大きいから今のところ考えていませんっていうことでした。一生質問募集をしてるんで、まあ LINE アットにね、登録して、じゃんじゃん質問を送ってくださいねっていうことで今回の動画はこれで以上になります。ちょっとでもいいなと思ったら、高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。はい、で、Twitter、Instagram、TikTok、そしてブログもやってますので、そちらのチェックと登録、フォローもよろしくお願いします。はい。で、さっき言いました通り、LINE アットやってます。LINE アットに登録すると、物販の情報だったり、イベントの情報っていうのが手に入ります。はい。概要欄に、詳細をね、貼っておくので、そちらの方をぜひご覧ください。はい。で、なんかね、コメントも残して書いてくださいね。はい。ということで、今回の動画はこれで以上です。
最後までご視聴ありがとうございました。じゃあバイバイ。